皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回は私が負っている障害、脊髄損傷についてお伝えしていきたいと思います。ですね、脊髄を通して頭からの信号を各体の部位に伝達させています。医学的に番号で振り分けられていて、損傷部位によって動く範囲というのが変わってきます。ざっくりなんですけども、頸髄、首、胸髄、胸、腰髄、腰っていう風に分かれるんですが、損傷部位が、頭に近ければ近いほどやっぱ体の動く範囲っていうのは少なくなってきます。ですが頸髄損傷、首ですねを負ってる人でも歩いてる人がいるので、損傷部位イコール動かないっていうわけでもありません。本当に人それぞれです。そのくらい、まだまだ、解明されてない部分がたくさんあるのが脊髄損傷。で、私の場合、胸椎8番というのを損傷したんですけども、本来であれば溝落ちから下あたりが感覚がなくなります。ただ私の場合、へそから下の感覚なので、損傷部位は8番だけど、感覚的な番号で言えば10番みたいな感じなので、いいことなんですけどね。これは、リハビリの成果なのかわからないんですけど、やっぱり初めの方はもっと体がガチガチというか動かない部分がたくさんあったんですけど、リハビリをしていくうちにその筋肉の範囲っていうのがなんかちょっと広くなってきたなっていうのは自分でも分かってきているので、やっぱ動かすっていうことがすごい大切なんだなと思ってます。全て腕の力で行っています。車椅子からベッド、トイレ、お風呂ですね、もう全部、足が使えない分腕とか、あと背筋ちょっと使えるものとかで補っているので、すごいね、腕の力が上がっちゃいます。めちゃくちゃ筋トレ今してるかっていうと、別に筋トレはしてないんですけど、普段の動作で、すごい筋肉がつきますし、もともと筋肉質っていうのもあったんですけど、めちゃくちゃ、なんかどんどん太くなってくる気がします。でも筋肉が、ついてる方が動作がすごい、いろいろできるので、女の人なかなか筋肉がつきづらいんですけど、やっぱり筋トレ頑張って腕筋背筋をつけた方がより、そうですね、動作しやすくなるので、ちょっとやってみてください。で、体幹があまり効かないんですよね。で、普段健常者の時って体幹使ってるっていうのってすごいなんか分からなかったんですけど、こういうところでもこういう体幹で使ってるんだなって、障害者になって思いました。常にバランスボールになってる感じというか、ふわふわしてる感じがしてて、顔洗う時とかこう前かがみになってこう止めるじゃないですか。それができません。なので肘をどっかにこうつきながら顔を洗うとか、あとラーメンとかね、ラーメンもこう塩しなってすするんですけど、それもやっぱ肘ついて食べなきゃいけないので、やっぱ見た目がなんかすごいお行儀悪いみたいな感じになっちゃうんですけど、初めはなんかお行儀悪いの嫌だなってちょっと思ったんですが、今ではもう気にせずね、仕方ないので、でもバクバク食べてます。でもそんなバクバク食べてて、車椅子生活って運動量がすごい少なくなっちゃうので、太りがちです。筋トレね、大切です。そういう車椅子でもできる筋トレ方法っていうのも今後お伝え動画でしていけたらなと思っています。楽しみにしてください。へそから下の感覚が全くないんですが、お尻からつま先にかけてしびれというのが常にあります。
正座をした後のしびれ、なんかじんじんありますよね。あれがずっとある感じです。まあ、薬とか飲むと緩和されたりするんじゃないかっていうので、こう飲んでたりもしたんですけど、なんかあんまり変わらないかなって思ってます。まあ、それも合う合わないがあるので、それは各自お医者さんにご相談とか、そういうのしてみてください。外からの刺激ですね。外からの刺激、例えばぶつかったとか、熱いとか熱めてとか、そういうのがわからないので、知らない間に足をぶつけてたり、あと車椅子のステップ、車椅子のこのステップから足が外れちゃってこう地面に足を引きずってたりっていう時もありました。なので、定期的に足のチェックっていうのは大切です。やっぱ異常ですね。乗り降り失敗した時とか、捻挫しちゃう時とかもあるので、やっぱり足、感覚がない部分っていうのはちゃんと自分でボディチェック大切にしてください。これも人それぞれなんですが、排便感覚が分からなくなります。まあ、全く分からない人と、ちょっと溜まってきたなとか、ちょっとうんち出そうかなっていうのが分かる人と、あとは普通にできる人っていうのがいるんですけど、私は全くでき、感覚がありません。なのでトイレに行きたいっていうのも分からないので、普通に漏らします。まあおならも勝手に出ます。まあ尿の場合はちゃんと時間で一応3時間半くらいを目安にカテーテルを入れて出します。ちょっと今痛そうかなって思ったと思うんですけど、感覚がなく痛くないんですよね。で、男性の場合は尿道が、自分で目視できると思うんですけど、女性の場合は見えないので、一番初めは、ベッドに乗って鏡で見て、尿器に出して自分で尿道の位置をちゃんと覚える。で、それができるようになったらトイレに行ってやるみたいな感じで練習をしました。まあ、今では普通に、全部片手ですね。片方は鉄に捕まって、もう片方で、カテーテルを刺すっていう感じで慣れました。やっぱ慣れってすごいですね。人間は慣れるんだなと思いました。まあ、便についてですね。まあ、便については多くの人が結構便秘に悩まされるらしいんですけど、私の場合めちゃくちゃ快便で、毎朝朝一番に起きたら尿を出して、まあ、お昼前ですかの時にもう、触ると降りてきてるのが分かるので、座薬とかも入れないで適便して便秘を出します。まあ、適便っていうのは、まあ、自分で指、お尻の穴に指を突っ込んで書き出すことですね。まあ、これもまあ感覚がないので痛くないです。大腸こううんって息むと大腸がこうグッて下に押してくれてる動きはするんですけど、ただ最後まで出し切るっていうほどの力はないので、まあ、そこをやっぱこう指で、補ってるっていう感じですかね。もともとお腹がすごい弱かったっていうのもあるんですけど、まあ、牛乳とか、まあ、焼肉とか、まあ、一般的にこうお腹を下しやすいっていうものを食べると、やっぱりこう便が爆発しちゃう時が多々あります。4時間後食べたら4時間後くらいになんか爆発してる感じですね。まあ、でもそういうのもやっぱり失敗を繰り返していかないと、何が自分に合わないのか、どれくらい取ったらどうなのかっていうのが把握できないので、嫌だと思うんですけど、まあ、失敗を繰り返して学んでいくことが大切だと思います。なのでリハビリ入院中ですね、リハ病院の時ってこう土日とか結構フリーだったりするので、そういう時に外食して、これは爆発するのかしないのかっていうのを自分で検討する。まあ、病院でね、爆発したところでちゃんと看護師さんが手伝ってくれるから、やっぱそういう入院期間中にいろんなことに、できるだけチャレンジするっていうのがすごい大切だと思います。私も本当にいっぱいチャレンジしました。はい、私の場合は
牛乳とプロテインの組み合わせがもう 100% 爆発するっていうのが分かってます。水で割ると何でもないんですけどね、もうなんかだからなぜだろうっていうのがすごいあるし、まあ、焼肉も大丈夫な時と大丈夫じゃない時があったりするんで、やっぱり外食なんか焼肉する刺激物食べますみたいな時はおむつっていうよりはリハパン、こう薄型のリハパンがあるのでリハパンとニワトリパッドをつけていくとかっていう風な感じで、もこもこしないのでそういう感じでいきますね。もう本当に漏らすってね、嫌だし、特に、まあ、男性、特に女性とも言わないんですけど、でもやっぱり、ね、女性が漏らすっていうのも本当に結構しんどい話なんですけど、もうね、だから慣れるしかないんですよね、それでもね、まあ、慣れるしかないし、そうならないようにやっぱり自分の管理っていうのを大切にする。だから家の食事でこうちょっと刺激物食べてみて、漏れるか漏れないかを試してみたりとかね、こう漏らしてもいい環境で一回チェックするっていうのは本当に大切だと思います、はい。まあ、自分で自分の体を実験ですね、本当に、めちゃくちゃ実験してます、自分の体で。でも本当にそれが知るために必要なことだと思います、下半身麻痺の感覚を説明するにあたってやっぱり、性っていう部分がすごくついてくると思うんですけど、まあ、そういう部分はもうちょっとまた後でからの動画でお話ししたいと思います。まずは大きく脊髄損傷についてお話ししましたが、まあ、まだまだ細かくこう分けて、説明したい部分がたくさんあるので、今後の動画もぜひご覧いただければと思います。では今日はこんな感じで、よかったなと思えば、いいねボタンとあとチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日もありがとうございました。